どうも皆さんこんにちは。こんにちは。知ってました。はい。僕、うん、スポンサードされてるんですよ。ああ、そうだから最近なんか YouTube の活動がね目立ちすぎてね、スポンサードであることを徐々に忘れつつある。そうそうそう。一応いろんな用々レビューしていいのとかは、はい、そのスポンサードされてるブランドの社長から許可は得てやってる、許可は得てる、はい、ちゃんとスポンサードされてて、はい、本来ならば、はい、そこのスポンサードされてる用々の使っちゃダメよみたいな、ね、そうっていうことで弊社の用々のレビューが後回しになってしまってると。ああ、もうしばらくずっと後回しになっていくそうなのよ。あ、確かにね、まあ、ね、僕スポンサードされてるブランドがアメリカのオレゴンにあるワンドロップっていうね、はい、ブランドなんですけど、はい、もう有名なメーカーですね。そうそうそう、はい、で、まあまあ米国産のヨーヨーとかね、はい、今ある、多分今そこしかないんじゃないかな、アメリカでヨーヨー作れるところって。純アメリカ産、US 産って言ったらワンドロップだけじゃないですか。しかないよね。前にちょっとファクトリーのアリゾナかどっかの工場が稼働してたけど、うん、最近あんまり効かなくなっちゃってるんで、うん、っていうことで、うん、自社工場を持ってるヨーヨーブランドがね、スポンサーを作ってて、はい、でまあ今回ねやっと自社のヨーヨーを紹介しようかなと思ってね貯めましたね1年以上貯めてる1年以上あやばいっすよ。いや、はい、まあでも言ったらでもあれじゃないですか、メイドインオレゴンはバンドロップ製でしょ、はいはい、あ、そうそうそう、ヨーヨーリクレーションのオレゴンシリーズとか、うん、あとはスピンギアさんから出てるね、スピンガジェット、アメガジか、アメガジねとかね、はい、あの辺はバンドロップ工場で作ってたりするんで、はい、まあまあ貢献はしてますよ、うん、なるほど、はい、まあ、あとパノラマとディオラマも皆様にいっぱい買っていただいたんで、いやもう本当にありがたいことねっていうね、はいはい、まあ前置きはいいんですけども、はい、ということでね今回ね、はい、ワンドロップの、うん、カバルネクストジェン、はい、カバルネクストジェン、はい、カバルジェン2かな、ジェン2、うん、あっていうねヨーヨーがね届いたんで、あら可愛いのが随分出てきましたねっていうね、プラスチックポム素材に金属リム、うん、はい、リムがついている、ついてラリーを彷彿させるようなリムがついて、前のカバルってちょっと違いましたよね、うんうんうん、そう、前のカバルはねこういう感じ、形は一緒、シェイプは、あ、フォルムはほぼ一緒なんだ。フォルムはほぼ一緒なのよ。で、まあ、どのフォルムから来てるかっていうと、マークモントから来てるんだよね、これ。マークモントクラシックから来てるんだ。そう。で、この形の流れで、はあはあ、前回のカバル、初代カバルっていうのは、はい、完全なポム。純ポム。うん、純ポムだったんですよ。あ、で、まあまあ、これもこれでいいんですけど、今回のカバルは、うん、どっちかっていうとね、ラリーみたいな。はい、あ、もう本当になんかラリーっぽさがありますね。ラリーっぽい感じになってる。作りも近いんじゃない、この、ね、中に。あ、めちゃって大丈夫です、はい、あ、金属スペーサーみたいなのが中に入ってて、はい、あ、金属スペーサー、あ、そうですね、中にねスペーサーが入ってて、うんうんうん、でまあ、サイドエフェクトではないんだけど、まあ、サイドエフェクトみたいな、うん、疑似サイドエフェクトみたいなパーツになってるよと、軸が入ってるよっていう感じですね、はい、それでポムのポム自身を挟んでいるよっていうことですね。そう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 っていうね感じです。あ、超かわいいですね。かわいいっすよね。へえ。ということでね、スペックの方を簡単に紹介すると、直径が 56.74、 え、結構大きい。大きいね。幅が 44.42、 重さが 65.6、 おー、いい重量感ね。今のまあトレンドからするとちょっと重いかなぐらいの感じかな、うん、まあそうですね、質感的にもまあポムに金リムっていう形なので、確かに質感としてはね、ちょっと重めのポジションかもしれないですね。ね、でまあ C サイズベアリングに、パッドがフローグルーブパッドっていうね、ワンドロップ独自のパッドを採用してますっていうね、いいパッドですね、はい、でこれファーストリリースは結構即売しちゃって日本に入ってこなかったんだよね。めちゃめちゃ早かった。完全に完売、うん、めちゃめちゃ早かった。個数が少なかったとかそういう感じでもなく、いや、じゃないと結構作ってたんじゃない、多分。で、昨日だかなんだかにね、うん、発売されて、うん、今はね、うん、本国で買える色はあるよと、直販ストアで、
いろんな色がこのように変えますんで。ああ結構カラフルですね。そうなのよ、可愛いんですよ。なんかあこれブラックブラック売ってるね。ブラックブラック売ってますね。これめっちゃかっこいいですよね。かっこいいですね。特にねなんかリムの質感とかがあんまり見えないようになってるから、そう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 、一体感があって良いですね。そうなの。ブラックブラックとかあとこのホワイトクリアみたいなの、ホワイトクリア俺これ好きです、ね、これかっこいいっすよね。これ可愛い、うん、かっこよくて可愛くてって感じですね。そうなんですよ、うん、でまあワンドロップのね、ショップの URL 概要欄とかに貼っておくんでね、欲しい方ぜひ見てみてください、はい。まあ、もしかすると日本に入るかもしれないんで、ね、どうせなら早めに入ってきてほしい。そう入ってきてほしいんですよていう使ってみます。伊藤さんまだ使ってないんですよね。一切使ってないです。もう使ってます。もうなんなら初見ですね。そうっすよ、ね、そう初めて見た。カラー的になんかあれですか、なんか質感的な違いとかちょっとあります？いや、わかんない。あんまり俺これしか使ってないんですよ。あーグリーン、そうそうそう。あじゃあでもやっぱりグリーン、とりあえずグリーンかな、うん、ちょっと振ってみてもらって、うん、あでもなんかポムにしてはちょっとあれですね、うん、薄く感じる。そうなの、薄いんですよ。そう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 、もう触った感じは薄いね。薄いっすよね、うん、そうなんですよ。おおどうっすか、おおどうっすか、おおこれめちゃめちゃ良くないですか。おこれめちゃめちゃ良くないですか。あー良いね、あ良い良いですね。あこれはいいっすね。これ欲しくなっちゃいません。あこれはいいっすね。そうなのよ、俺だからさスペックから、うん、インナーリムで 66g 近くの容量、うん、今さらなみたいなところがあったんだけど、うん、いざ着て振ってみると良いんですよ。これこれはいいっすね。ね、その塊感とか引っ張り感みたいなのが極力抑えられてるよねこれ。うん抑えられてる。なんかあの、うん、当時、うんなんかまあ、当時っていうか、 なんかこの質感のヨーヨーを作ってた時期のフィーリングをイメージ して振ると、はいはいはい、そう全然違う。全然違うよね、うん、今のインナーリムのヨーヨーですよね。そういいインナーリムのヨーヨーのフィーリング。いやすごいですよね、うん、ワンドロップ底力出してきましたね。出してきましたね、うん、そうなんですよ。だから本当にラリーの使用感を想像する人いると思うんですけど、うん、全く別物っすよね。別ね、質感的にはこっちの方がもう全然上かな。ね、俺もこっちの方が好き。ラリーのがもっとソリッドで硬くて強い。そう硬いんですよ、ね、そう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 ね。だこれはどっちかっていうと重くて柔らかくて塊感が少ないっていう、うん、そうちょっと不思議なポジション。不思議ですよね。しっかり重さあるんですよ。あるよね。トントントンって重さくるんですけど、 そう、それがね嫌にならないぐらいの機動力というか。これマジで、あーこれはいいな。ちょっと海外通販とかできる方今すぐ買った方がいいです。そうこれは絶対買った方がいいと思います。僕所属してるところだから全力プッシュできる。そうですね、これは買ってください。買ってください。これはプッシュできるんじゃないですかね。これめちゃくちゃいいっすよね。あこれはいいですね、うん、僕ねあの実のところあんまりポムのヨーヨーが好きじゃないんですよ。あ分かる、僕俺もそうです。そう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 なんですよ。なんだけど、うん、これはいい。そうだからねカバルも嫌いじゃないんだけどそんな使わなかったんですよ、うん、うん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 分かるね。カバルジェン2と言いつつ、うん、圧倒的に超えてきましたよね。圧倒的に超えてきましたね。別キャラ、別キャラっすよね、うん、ジェン2って大体超えることないのにカバルはなかったことにしてこれをカバルにしてもいいか。確かに確かに、うん、そうっすね。そう、うん、いやマジでね近年のワンドロップでもかなり上位に入るぐらいの傑作だと思います、ね、だと思います、ね、あの気兼ねなく使えて。いやそうなんですよ。でかつしっかり使い込みもできる。そう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 、やばいっすよね。これはやばいな。しかもこれだったらちょっとツヤが出てきてからも楽しみっすね、うん、あそうだね、それでもいいかもしれないっすよね。うん、確かにいい。ああ良い、はい、いいですね、はいはい、ということで販売 URL 概要欄に貼っておりますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。俺が言うのは色よりどり緑です。はい、はい、色よりどり緑ですね。本当によりどり緑ですね、はい、もういい色しかないっていうことですね、はい、いやなんかねワンドロップちょっとね今面白いんですよ。これ54のジェン2とか、はい、
まだ僕のは届いてないんだけど、これも面白そうじゃないですか、はい、これはでもちょっとスペック的には Q54 に、うん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 、スペックは近似してるけどフォルムは全然違うアプローチをしてきましたね、うん、そうなんですよ、そうそうそう、うん、でもスペックも幅やばいですよ、だって幅いくつでしたっけ、 47.5mm、 あえなんかある種のカスケードの再来のような幅の広さ、あそうね、もっと全然広いんじゃないですか、あ40とかカスゲートが45とかですもん、ね、だと思います多分、そうですよね、うん、それから比べたらそうか全然幅広いんだ、そうなかなかね今ちょっと面白いんですよ、ちょしかも軽めですよね、確かにギフティ4重さはね、うん、結構重いかな、 65.6g、 あでもそしたら 65. 何がしでそのぐらいの幅があるんだったら、うん、あれですよ、フィーリングは54の最大ですよ、ほぼ、幅そんなあるのに、うん、キャラクターとしては54に近いですよ、これ気になるな、ちょっと楽しみです ねスペックもう一回ね改めて紹介すると、うん、直径 54mm、はい、ここは変わらずです、ね、54だからね、だからね、うん、幅が 47.55mm、 47.55mm 広いね、で重さが、はい、シッピングウェイトっていうことでアルミニウムウルトラライト搭載時で 65.7g ですね、はいはい、うん、なるほどね、この幅で54再来になるにできるあのポテンシャルは持ってると思います、実際のボディちょっと触ってみないと何とも言えないですけど、なるほどね、ちょっとパッと見た感じとかでいくと、うん、どっちかっていうと54ってわりかしリムがこうちょっとしっかり持ってるバランスじゃないですか、だからあのバランスをこうスーッとこう横にこう伸ばしてきたような感じなので、より54よりも投げ足した時の軽さとかっていうのがなくて腰感が強いようにはなってると思うんですけど、動かしている時のフィーリングは限りなく54なんじゃないかなという期待感はありますね。なるほどね、これ一応置いといてもらってるんで僕のやつ、うんうん、届いたらまたカメラ回しますか、そうですね、楽しみですね、54も持ってきてちゃんと仕事しないとちゃんとワンドロップのレビューをしないといけない、そうそうそう、仕事しないといけない、まあ、怒られてないですよ、ワンドロップの人たちものすごいおおらかなんで何にも言ってこないんですけど、ね、まあまあでもワンドロップの人たちみんなもともとはヨーヨー好きですからね、そう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 、いてくれればいいよって優しいなんで、そう優しいっていうことなんでね、でもねそうですそうそうやんないとあいつは何なの、はい、はい、ということで、今回は、カバル Gen2 を紹介させていただきましたね、はい、まあ、ぜひね日本に入ってきたら皆さんぜひよろしくお願いします、うん、これは買いだと思うんです、ね、これめちゃめちゃいいっすよね、うん、これはいいですね、はい、うん、っていうねことですね、はい、伊藤さん1個あげますよ、マジですか、はいっていうね、そんなこと言われたら、はい、ぜひ楽しんでいただければと思います、はいはい、ということでね、はい、どうもありがとうございました、ありがとうございました。